金融情報サイトのヤフーファイナンスで日本の証券市場はお休みです天皇誕生日という誤った表示が出て株価が先週の終わり値のまま更新されないトラブルが発生しました午後に入って一部は復旧しましたが株のチャートが正しく表示されない状態が続いていますサイトを運営すするヤフーによりますと、 去年の12月23日が天皇誕生日で、今日も祝日の設定のままになっていたのが原因ということです。午後4時半時点で完全復旧のめどは立っていません。